ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢始まる TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日の京都は雨の一日でして、本日もまたですね、富士の森神社におけます富士の森祭ですね、何件が散策ビデオとしまして、かけま神事や見込み師徒業や、勝負の節句の発祥の地であることやら、五月人形ですね、武者人形を飾り始めたのは富士の森祭からであると。それは佐原市のですね、たたり神になってしまった佐原親王がですね、桓武天皇の勅命でですね、陸奥に向かうときに、富士の森神社を訪れましてですね、必勝を祈願したということから始まるということです。で、佐原親王はですね、天平正保2年750年の生まれです。これ、後見天皇ですよね、女帝です。都は平城京です。で、延暦4年785年まで、だと35年ですよね、の人生だったということで、もう若くしてですね、親王伝授と言われるようにですね、東大や大安寺に住居して、僧侶の生活を送っていたようです。それがですね、公認、これこうまた天皇の系図言いましたら、天武天皇、天智天皇です、ね、天智天皇がおられて、で、亡くなられてから公文での一応なってますけれども、人心の乱で天武天皇と争うと、で、天智天皇のお子さんとの持統天皇と天武天皇は婚姻を結んでましたんで、天武天皇の後は持統天皇になると。で、このお子さんの日下部の皇子を天皇にしたかったんですが、早く亡くなられて、日下部の皇子のお子さんの文武天皇が即位すると。で、その後元明天皇になって、元正天皇ですね、これ女帝が続きます。ですが、男系です。で、どうもこの近江朝と言ってますけれども、ここの琵琶湖の近江じゃなくて、阿波のですね、徳島、今の阿波の阿波海のところの都が天智朝であったんであると。で、人心の乱も大友の皇子と戦ったのも阿波の中の出来事であるということでですね、文武天皇ぐらいまでは阿波の出来事で、やっと平城京に入っていくのが文武天皇であるということですね。で、文武天皇からですね、元明天皇、元正天皇で、やっとこれ大仏、東大寺の大仏海岸法要になっていきます。聖武天皇、これのお妃が光明氏と、そのお子さんが光顕であって、で、その間にですね、舎人親王ですね、これも富士の森神社に祀られている日本書紀を献上したという舎人親王のお子さんの順人での、これもうここが同居事件ですよね。で、淡路拝帝となると。
それで、聖徳天皇とになって、その後ここまでが天武朝です。それで、聖徳天皇になって、もう女女系に変わるんでということで、やっと四季神の天地朝に戻ると、公認天皇であると。で、これ井上内親王が正妻ですね、お妃なんだけれども、側室のこれ 女の人というか、こっちの子宝の、これも権力争いですね、宝の新潟里のお子さんである桓武天皇が即位していくと。それの同じ兄弟が沢良親王であるということです。そこから平定天皇、嵯峨天皇で、神武天皇というなっていきますが、桓武天皇のお子さんがこれまだ幼かったそうです。それで、沢良親王は、皇太帝ですよね、今だから秋篠宮も本当は皇太帝と言わなければいけません。皇嗣というのはおかしな立て付けやと思います。それで、まあやる気ないんでしょうね。桓武天皇の後親王が幼かったということでね。で、これ僧侶してましたからね、監督したのは公認天皇が上皇となって、対して桓武天皇に位を譲るときに、監督せえと、それで皇太帝になれと言ったようです。それで、桓武天皇はですね、都を移して長岡京にですね、仏教の強大な勢力を立ちたかったんだけれども、沢良親王というのはそういう仏教勢力の後押しがあったのが一つということですね。で、それとこれ光明氏から藤原氏がものすごく力、これ不比殿のお子さんですからね、なってきますんで、大きな力を持ってくるので、長岡京でですね、藤原の種継ぐの暗殺事件というのが起こります。それでですね、桓武天皇が平城京に行っていた留守中にこういうのが起こったそうで、その主犯格というのが大藤毛氏の一族であったということらしいです。で、藤原氏というのは執権やったんですけどね、種継ぐというのは、で、押さえつけようとする勢力があったと。二つの板挟みになったんでしょうね、沢良親王というのは。何も知らんと、みこしに担がれただけやと思います。それでですね、対立になっていくと。大友氏というのはどういう一族かという言いましたら、阿波のですね、神山の高間ヶ原から降りてきてですね、に随行した武家集団で、武家集団、その頃武家というのはないでしょうけれども、要するに、戦いの権力軍隊であったということで、その一つで雨の押し日の御事の一族であると。で、もう一人一族がおりまして、天津久米で久米氏が担っていたと。で、長富氏というのを、藤原氏というのをどういうふうになっているかっていうのもわからないですけど、長富というのはこっちは祈りですよね、雨の小屋根の子孫ということですから、祭祀を司る一族だったんであっ
って、これ合わなかったんでしょうね。というふうな権力構想になっていきます。で、冬の森神社に来られたのは、朝嵐のどうも大友のやかもちが随行してきてるんかもしれません。種付く事件になる前に亡くなっておりますが、これは政党将軍に任じられてですね、大友のやかもちが亡くなったのは陸奥であるとか、こっち帰ってきたとか、いろいろな説があるそうです。万葉集を編纂するような歌人なんだけれども、その裏では、そういう戦いの集団であったということで、これ戦いの集、これ歌読む人というのは、これインテリジェンスですね。まあやたがらす的な動きをしてたんだと思います。で、この大友のやかもちもこの種付く事件で死んだ後、位を下げられたんだけれども、沢田親王がこれですね、失脚してですね、お徳に寺ですね、長岡京にあります、お徳に寺に閉じ込められて、その後淡路へ、流されるにおきましてですね、大阪の森口氏のあたりで亡くなったというのがストーリーでですね、その後いろいろ桓武天皇のご家族に災いが起こったということで、お得に寺に霊が残ってたらいかんいうことやったんでしょうね。長岡京を捨てて平安京に来たというふうな流れになってまいります。大友のやかもちは政党大将軍に握られたのは平安京ができる10年前ですね。これね、784年やったようです。こういうふうなストーリーがありましてですね、ここ何度か申しましたように、この伏見の地というのは阿波から久米一族、久米村というのがありましてですね、入植していたようですので、これ一個対になっています。雨の惜しい人ですね。ですから同じように大友の一族も入植していたんで、古くからある神社で藤森神社を参られて、そのことから五月人形を祀るというふうになっていたようです。宮中祭祀ですね、ということです。で、大友氏というのはこう権力争いで長友に負けていきますわね。負けていったのか裏に隠れたのか、それは分かりません。八田ガラスの中に入っていったのかもしれないですね。それでですね、平安京になりまして、大友はあかんということで晩ですね、晩、大納言で大天門の変というのがありまして、平安京の大黒殿のところにある大天門が火災になったと、それを言って嘘を言ったということで、またこれも失脚していくと、これは策略や思います、藤原氏のですね。そういうのはこのこともありますし、菅原の道真公ですね、もう失脚していったんですけれども、道真公は雨の褒美の流れで恥しですけれども、お母さんは友氏で、これ大友の流れやったようです。一説には、まあ実際祀ってますからね、天女族やったんだというふうな話もあるということです。これ一説ですかね。で、阿波ではまだ木の部団ですね、木の部団での周り、蘇我宇治神社というのがあってですね、まだに久米一族というのが住まいされててですね、久米一族と今は田村というふうになっているらしいですが、これが
田村さんが、雨の惜しい日の流れであると。それで 今でも阿波ではお参りをされているということらしいです。で、富士の森神社ではここの井上内親王ですね、これも正妻であんのにということで権力を奪われ、今後息子を立てられなかったというのもありますし、伊予親王もこれも権力争いで、負けていくというふうなことで、これ西殿でしたかね、富士の森神社中に奉仕されておられるということです。でここから桓武天皇からやっと平安京に入って千年続くと。でたった100年もないのが平城京であって、そのうち、名古屋岡京が10年ありますからね、ほんまに本当にないですね、平城京にいたのはほとんどないということで、どうも仙入寺の天皇の御寺の位牌というのは、天地の流れだということで、天武の流れはどうも東大寺とかそちらに位牌があるそうで、それで聖武天皇は阿波流れだというのは知っておられたようでしてですね、国分寺の都にあるのが東大寺でしてね、阿波にも阿波のと薬王山国分寺というのがあるらしいんですけれども、そちらには黄金のものすごい豪華なお寺を建てていたようです。国分二寺は光明寺も建てたようですんでね、この光明寺の裏はっていう、まあこちらは景況的なキリスト教的な、入れ分かりが強いですんでね、そういう形で、奈良の方に、天武町は行ったということらしいです。で天神という町になって、平安京に、平安の千住寺に、ずっと今まで、昭和平和ですね、こういうのがここまで位牌が収められているということらしいです。本日はここまでにさせていただきます。明日また雨かもしれま、雨は上がるんでしょうけれども、またちょっと考えまして、動画を上げさせていただきたく思っております。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。